海賊船大坊カイジャーにまつわる面白い雑学。海賊船大坊カイジャーは2011年から2012年にかけて放送されたスーパー戦隊シリーズの一つである。この作品は宇宙を舞台にした海賊のテーマで、他のスーパー戦隊シリーズとは一線を画している。ゴーカイジャーの特徴の一つは過去のスーパー戦隊シリーズからの戦士たちの変身能力を使用できる点である。このため多くのファンは過去のシリーズの戦士たちが登場するエピソードを楽しみにしていた。さらにゴーカイジャーが宇宙を舞台にしているため、様々な惑星や宇宙船が登場する。そしてそのデザインや構造は宇宙を舞台にしているために他のスーパー戦隊作品とは異なるものとなっている。またゴーカイジャーの敵である宇宙帝国ザンギャックの幹部たちも過去のスーパー戦隊シリーズの悪役たちがモデルとなっており、それぞれの特徴や能力が反映されている。さらにゴーカイジャーのキャストやスタッフ陣も過去のスーパー戦隊シリーズのファンであることが知られており、作品には過去のシリーズへのリスペクトやオマージュが数多く盛り込まれている。